皆さんこんにちは。紹介していただきました藤山でございます。今日はね、ここに面白いものが2ついると思うんですね。この2人アシスタントで今日は使うかと思っていますが、こちら側の人ですね。この人です。でこの人はですね、クリック君という名前です。で、あ、こっちか、あ、ここだ、あ、見えた。これクリック君ですね。それからこっちの帽子をかぶっている人、僕も今日お揃いの帽子をかぶってきました。で、すいません、あの帽子かぶって出てきたのは僕たったこれだけの理由です。失礼しました。こちらがですね、ワトソン君と言います。正確にはジェームス・ワトソンとフランシス・クリックと言います。で、この人たちはですね、じゃあもういいかな、よいしょ、実はこの2人なんですね。で、これで左側の方に立っているのが、ワトソンの、これは1950年頃に撮った写真だと思いますから、もう今から70年ぐらい前、ずいぶん昔の写真ですね。当時20歳、まだご存命です。それから、右側の方、手に持ってるのは、実はこの写真の人も持ってるんですけど、これ見えますかね、こうちっちゃい、これ、ある程度以上の、数学とか高校で習った方は計算尺って使った人がいるかもしれないんですけれども、右手に持ってるのは計算尺です。で、この左側のクリック先生は、これは物理学者で、ワトソンさんは、みんなが思うには生物学者という、そういうお方です。で、この人はですね、なんでここに出てきてもらったかというと、その真ん中にこうなんかうにゃうにゃっと螺旋状のものがありますよね。で、あ、これがプリンターだ。ここにあるやつです。で、この2人は何をやったかというと、DNA というあの生物の遺伝情報が書き込まれているあの物質の構造を決めた人たちです。で、このクリックさんは実は2003年にお亡くなりになっちゃって残念だったんですけれども、このワトソン先生は実は DNA を決めて、その後もずっといろんなところで活動されてきたということで、今有田さんからご紹介があった、ヒトゲノム計画、それの、一番最初の出だしの頃のあの旗振り役になっていました。で、ここにいるのがワトソンです。やっぱり帽子かぶってるんですね。これはあの1998年頃にあのヒトゲノム計画というのは、アメリカ、イギリス、それからヨーロッパ、まあ、ヨーロッパといってもフランスとドイツ、それから日本でスタートしたあの国際計画です。あのとっても大きな計画です。あの国の数にして、後から中国が加わりましたけれども6カ国、研究所の数にして20です。で、遺伝研も一部加わりました。で、これはですね、国際計画なのでみんなが天然バラバラにやっても困りますから、あのちょうどイギリスとアメリカの真ん中にバミューダ諸島っていう、あのバミューダトライアングルっていう名前聞いたことあるかもしれませんけども、あの綺麗な島があるんですけれども、あのそこで集まって毎年1回打ち合わせの会議をして、でその時に撮った写真です。ついでに言います と、これ私です。ここにこう突っ立ってます。これが大体、今を去る二十何年前ですから、あのだいぶあの減っちゃいましたけれども、あの、まあ、こういうところに参加をしていました。で、この人たちがあの今お話をした6カ国の代表、世界20研究所の代表の人たちです。で、まあ、これはちょっと見せるだけだったんですけれども、じゃあまず DNA のお話からしたいと思います。これがですね、ワトソンさんが、所長を務めているアメリカにコールドスプリングハーバー研究所という研究所があります。もう今はお辞めになっちゃいましたけれども、私も1984年から85年の夏頃まで行っていました。で、これはですね、ワトソン先生の所長のお家っていうのが研究所の中にあってですね、あのとっても広い家です。あのこの遺伝学研究所のだいたい3分の1ぐらいの敷地を占めるくらいの大きなデータお家があるんですけども、そこの庭にですね、こういう DNA のモネ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 をとしたあの彫刻が飾ってあります。ワトソンがこういうの好きだったかどうか知らないけれども、
これは奥さんのエリザベスさんの多分趣味だろうということになっています。でこれはですね10年ぐらい前に撮ったワトソンの写真です。でこの写真はまた後で出てきます。で、DNA というのはですね、ここにこう一本こうつながったこうぐるぐるぐるっと巻いたらせんがあります。でもう一本ここにぐるぐるぐるっと巻いたらせんがあります。でワトソンとクリックが決めたのは実は DNA というのはこういうふうに2本の糸みたいなものが二重につながって螺旋になっているというのを、X 線結晶解析という物理学の手段を使って決めたというのが彼らの、功績です。で、これよく見ると分かるんですが、これ螺旋というのは後でお話をしますけれども方向性があるんですね。皆さんお家で工作とか修理をされるとネジを回しますよね。ネジ回しでネジを締めようとするとだいたいこう右向きにこう締めるでしょ。でそれは右向きにこう回すとネジがこう前に進むからですよね。でこれはなぜかとこういう螺旋を、実は右巻きの螺旋と言います。右の方に巻きながら進むと前に行くのが右巻きの螺旋です。で DNA は実はこういうふうになっていて右巻きの螺旋です。で線が2本あるからこれ二重螺旋って言うんですね。で高等学校の教科書なんかに出てくるのはDNA の二重螺旋モデルとかいう名前で出てくると思いますけれども、二重螺旋というのはこう線が2本並んでいるというモデルです。で右巻きでもう一つ逆向きのこう左巻きっていうのもあるんですね。時々たまにこう左巻きのネジもあるんですけれども、こんな感じです。これ3週間ほど前に、あるホテルに行ってロビーで、柱を見ていたらこうなんか螺旋の柱があったんですね。でご丁寧に右側の方にこう右向きの螺旋のこっちですね、こういう柱があって左側の方にこう逆向きの柱がありました。こういう螺旋階段とかいろんなものが右に巻いたり左に巻いたりしてますから、もし気になられる方はお帰りの際にでもあちこちの螺旋階段見てみてください。大体こっち側とこっち側で両方あると思います。でこの場合には、ここに1本あってここに1本あってここに1本あってこれ三重螺旋です。ちょうど3本、まあ、ロープと同じですよね。ロープもこう螺旋になってますからこれはちょうど3本寄り合わさった螺旋です。でこちらの方も同じです。3本寄り合わさった螺旋です。で、ここから先がいろいろ難しいんですけれども、難しくはないんですが、DNA、これが正しい DNA です。で、こちら側は実は逆に巻いてる DNA です。で、これをですね、大体大学とか、もうちょっと上の大学院とかに行って、どっちが正しい DNA ですかって手を挙げてもらって、すると大体半分ぐらい間違います。なので皆さんは、ぜひこちらが正しい DNA ということを覚えていていただけると、教備の大学生大学院生の平均点以上のレベルになるとこういうことになっております。なのでまあこういう螺旋になっているものを見たら、あ右かな左かなってこうちょっと頭の中で思っていただくと今日お話をした一つの甲斐があるということです。でワトソンとクリックが DNA のモデルを発見したときに、実は生物学をやる上でかなり大きなインパクトがあったんですね。それはいろいろ話が都合が良かったんです。でこれは鎖が2本ありますから、片一方、これがちょうどこれも後でまた出てきますけれども、例えば、子供を作るときにはDNA って1本を2つに分けるわけにいきませんから、必ず1つのものを一度2倍にして、でそれを1つずつをこう分けていくということをしないといけないですね。じゃないと半分になっちゃいますから。でその時にこう1本ずつ別々のがあると、これがちょうど都合がよくって、でこちら側を見ながらもう1つ作り、反対側の鎖を見ながらもう1つ作りということをすると、全く同じものがちゃんと2つできることになります。でこういう仕組みが、この二重螺旋というモデルでうまく説明ができたので、まあ、たちまちこの二重螺旋モデルというのは、あなるほどなっていうんで世の中に受け入れられました。ちなみに三重螺旋でそういうことができるかどうか考えてみてください。子供が3人1回に2人じゃなくて、1つの細胞が3つに割れるとか、そういうことを考えないとなかなか難しいと思います。で
今日お話をしようと思っているのはゲノムの歩き方っていうお話なんですが、ゲノムの歩き方も随分変わってきました。考えてみれば歩き方っていうのも随分時代とともに変わってきていて、江戸時代にはここはちょうど三島の宿ですね、ちょうど、江戸から数えて何番目かな、20番目ぐらいかなと思うんですが、当時は歩くしかない。でそれは馬に乗ったり、カゴに乗ったりというそういう手段で、要するに旅をして歩くということがありました。でしばらくすると鉄道ができたり船ができたり、今は新幹線ができて、この前は、新幹線等々北海道にまで行っちゃいましたけれども、そういういろんな手段がかなり変わってきます。で手段が変わると、一つはいろいろ時間が変わってくるということと、それから途中で見えるものも随分違ってきますよね。で、歩いてる時はずっとこう見ていくことになりますし、それから鉄道に乗ると、走ってる時はパッとこう見えちゃいますけれども、駅ごとに止まっていく。で新幹線になるともっとポンポンポンと飛んでいくことになります。でそういうふうに歩き方も随分時代とともに変わってきます。それはゲノムについても全く同じで、ゲノムに書いてあるいろんな情報が見えるようになったもの、つまりゲノムの上を歩けるようになったのはだいたい1980年頃からです。正確には77、8年頃からなんですけど、だいたいその頃から、ゲノムの中身を見ることができるようになりました。でじゃあゲノムってどこにあるかと言いますと、ここに大きさはとかですね、今日こういうことをお話ししようと思います。でゲノムの大きさとかですね、ゲノムって見ることができるのかとか、ゲノムはどうやって調べるのかって、この三大話で今日はやります。気楽な紙芝居なので構えず聞いててください。眺めていても結構です。でちょっと暗くて申し訳ないんですけれども、これは人の染色体というものです。でこの中に実は DNA が入っています。でこれちょうどまん丸くなって綺麗なのでよく使うんですけれどもここでピカピカ光っているのは特定のある遺伝子がここの場所にありますよっていうのをこう教えてくれている目印です。で実はゲノムというのは染色体の中に、染色体といわれるものの中にずっと入っているんですけれども、ゲノムと染色体どっちが先に出てきたかってなかなか難しいんですけれども、ものとして、ゲノムという染色体というものが生き物の細胞、生き物の中にあるというのは随分昔から実は分かってきます。で今日公開されているかどうかちょっとよく分からないんですけど、これ遺伝学研究所です。で遺伝学研究所もですね、図書館に実はこういう大理石のプレートが埋めてあります。これは、木原仁っていう2代目の遺伝研の所長の先生がこういうことを言われました。これ英語で書いてありますが、日本語で書くと地球の歴史は地層に書いてあって、生物の歴史は染色体に記されてあると。で実はこの木原先生という人はパン小麦がどういうふうにできてきたかということをゲノム、正確には染色体ですけれども、ゲノムと染色体を調べて、はっきりさせた先生です。今のパン小麦は実は、別々の種類の、麦の仲間の染色体が3組入っています。で全部トルコのあたりには、1つは多分自生してないと思うんですけれども、いずれも中近東のあたりで、2つだけ入ったものの、小麦があって、でそこにまたさらに別の小麦の、ゲノムが入ってきて、で計3種類の、ゲノムが混ざり合って今のパン小麦ができたというのを、調べた先生です。でこういうレリーフがあります。で歴史は染色体に記されている、この頃木原先生実は DNA ということはもちろんご存じないし、DNA という物質はご存じだったと思いますけれども、DNA というものの構造はもちろん分かりませんし、1946年ですから私もまだ生まれておりませんし、ゲノムがまさか中が読めるようになるなんてことは思いもされなかったと思うんですが、とにかく歴史は染色体の中に書かれている、こういうことをおっしゃった先生です。でちなみにですね、皆さんの手元にもあるかもしれませんが、遺伝学研究所のマークです。これ、さっきお見せした染色体の写真とちょっと似てると思いません？これ実は染色体のつもりなんですね。こう N がこう染色体なんて分かれていて、で染色体が2つに分かれるときにこういう糸みたいなものができるんですけども、これがこう
ここにこうくっついてるという、まあ、こういう謎解きがついている写真です。で、この染色体どこにあるかと言いますと、さっきちょろっと言いかけてやめちゃったんですけれども、皆さんの、体を作っているあの細胞といわれる一つ一つの小さい袋みたいなものがあるんですけども、その中に入っています。で、これはですね、そこらから撮ってきて写した苔の写真です。で、これ5倍ですね、倍率が。で、5倍ぐらいですと、まあ、こんな感じで、まあ、全体が見えるんですが、もう少しこれをですね、倍率を高くしていきます。で、これ500倍。で、このくらいですと、まあ、高等学校とか中学校とか、今だと小学校にもあるかもしれませんが、そのくらいの顕微鏡でも普通に見ることができますが、これよく目を凝らして見ていただくと、こうなんかちっちゃい四角い部屋みたいなものが見えると思います。この一つ一つが細胞です。で、この細胞をですね、特別なことをして、で、色をつけてやります。それがこの写真です。で、これは苔ではなくて人です。で、こういうふうにいろんな色素でよく染まるので、これ染色体っていう、色で染まるって書いた字があったと思いますけれども、とてもよくいろんな色素に染まるので染色体という名前がつきました。で、人の場合にはこれが全部で46本あります。で、その46本のうちの2本は X 染色体と Y 染色体っていう、人が、男の人になるか、女性になるかというのを決める、性を決めるための染色体です。で、ここに21って書いてありますが、これが、一番小さい染色体です。で、本当は22番っていうのがあってですね、で、22の方が本当はちょっと大きいんですが、昔顕微鏡で見ていた頃は22の方がちっちゃく見えたらしくて、21番が本当は一番ちっちゃいにもかかわらず、こんな印がついています。で、この21番染色体というのは、実は日本の研究グループが、全部の情報を決めました。で、それはですね、2000年ぐらい、人の全ゲノムが決まる前にこの染色体の情報をピシッと決めたという、まあ、日本の、これは日本の染色体です。日本あるからじゃなくてジャパンの染色体です。そういう意味です。で、ゲノムというのは、後から言いますけれども、全部この染色体の中に、いろいろ DNA が切れてですね、入っています。染色体ごとにはこう1本長いのがつながってるんですが、それが全部で、まあ、22本で、お父さんから来たのとお母さんから来たのが22本ずつありますから44本と、それから、性を決める X 染色体と Y 染色体というのがあって、全部で46本ということになっています。で、この染色体はですね、人の細胞の大きさってだいたい1ミリのどのくらいですかね、100分の1あるかないかぐらいのちっちゃなものです。で、この中にこんだけのものがぎっしり詰まっているんで、まあ、とっても不思議ですよね。で、不思議だから生物学の研究者っていうのは生きていけるんで、別に不思議でもなんともなくて、そんなのすぐ分かってしまったら遺伝系の人たちはみんな失業してしまいます。で、今見ていたのはこの染色体です。で、この染色体はですね、最後はこうほぐしていくと、さっき一番最初のお見せをしたワトソンとクリックが決めた2本差の DNA になるんですけれども、その間にいろんなこう細かいパッキングというんですけれども、いろいろぐる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 もつれないように上手にこう畳み込みながら、最後は染色体という形になって、最後は子供とそれからお父さん、子供の染色細胞2つに分かれていきます。で、ここのところがですね、まだ実によく分かっていなくて、で、遺伝学研究所の研究者の人たちでもこの辺を一生懸命調べている方が何人かいらっしゃいます。で、これが本当に、普段はこういうふうにバラッとこうばらけた状態になっているわけですから、もつれたり切れたりしないようにうまく畳み込むっていうのはとても難しいことです。で、じゃあ実際にどのくらい大きさがあるかっていいますとね、ちょっとイメージが湧かないと思うんですけれども、まあ、こんな感じだと思ってください。で、ここに塩基対って書きましたけれども、これは文字数って読んでいただいて結構です。で、高等学校以上の人たちにはこれは塩基対、ヌクレオチドとも言いますけれども、
DNA そのものを作っている4種類のヌクレオチドっていうのがありますけれども、その数だと思ってください。で、大体400万個あります。これ大腸菌の場合ですね。大腸菌っていうのは大体皆さんのお腹の中に住んでいたり、私たちが実験室で研究したりするときに使う細菌ですけれども、それがですね大体400万個くらいヌクレオチドを持っています。 DNA ですよ。で、今仮にですね、この大腸菌の、ゲノムの大きさ400万個というのを拡大をしていって、これ右側、これ東京に行くとこういう電車が走ってるんですが、山手線です。あ、正確には山手線って言うんですよ。私電車好きなもんで山手線って言います。で、この辺にこうずる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 っとこう回っていって、まあ時々こう駅があります。まあ、この液を遺伝子と思っていただければ、まあ、大体こんな感じですね。で、大腸菌のゲノムの大きさを400万としますと、人がですね、あといきなり数字が出てきますけど30億あります。で、30億文字っていうのはどのくらい の量になるかと言いますと、30億文字を、例えば新聞紙にこうプリントしていきます。まあ、新聞紙っていうと大げさですけれども、A4 のコピー用紙ですね、そのくらいのものにずっとプリントをしていって、で重ねると大体どのくらいになるかというと100メートルぐらいの高さになります。そのくらいの文字量です。で、今大腸菌をですね、大きさを、山手線一周とすると、人のゲノムがですね大体地球の半分くらい、このくらいという感じです。で、山手線一周ってまあこの辺のちょろですから、まあ、いかに人のゲノムが大きいかというのは分かると思います。で、実際にどのくらい長いかと言いますとね、今この手元にちょっと持ってきたんですけども、よいしょ、人のゲノムをですね全部つなげるとだいたいこんな長さになります。2メートルぐらいで、こんなものが皆さんの細胞の一つ一つに入ってます。で、すごいでしょ。で、こんなものこう普通にこう畳んでいったって、で、よいしょ、まあこのくらいの大きさになってしまうんですよね。で、まあ今雑に畳みましたけれども、こんなものが、皆さんの細胞一つ一つに入っています。で、ついでに言うと、皆さんの体を作っている細胞の数どのくらいか分かります？何部ぐらいあると思います？はい、あ、ご存知でした。はい、何十兆という数があります。そんだけあるんですよ。で、そんだけのものの中にこんなものが一個一個しかもちゃんと入ってます。で、で、それをですね、中に何が書いてあるかというのを調べていくというのが、実はゲノムの歩き方、それから、1990年ぐらいに始めたヒトゲノムプロジェクトというものになります。で、まあ、改めてこういうことになっています。で、今日お話をしたいのは、まあ、人の私たちのゲノムというタイトルにしましたが、ゲノムの歩き方ということです。で、じゃあここからしばらくゲノムのお話をします。毎年毎年遺伝研の一般公開においでになっている方には時々ヒトゲノムマップというのをお配りしている時があります。で、だいたい A4 1枚、 A4 じゃないですね、全部プリントすると、A2 ぐらいの大きさになるんですけれども、ここにいろんな染色体の絵が描いてあって、ゲノムって何でしょうっていう、まあ、そういうことを書いた、これは文部科学省が作ったですね、ポスターです。買うと1枚100円です。遺伝研にいらっしゃるとタダです。で、これ一家で1枚ヒトゲノムマップっていうのがあってですね、まあ、この辺を探していただくと、ダウンロードすることはできますが、まあ、見るだけですね、プリントするとまた別物になります。で、ゲノムっていうのは何かと言いますと、ここに書きました。で、それぞれの生物種を決める遺伝情報の全体のことを言います。で、じゃあ遺伝情報の全体って何でしょうっていうことですね。で、ついでに言うと、まあ、ゲノムって何でしょう。昔はゲノムって言ってもはっていう感じだったんですが、最近は新聞にも時々面白いゲノムの記事が出てくるようになりました。
これ3月30日です。上の方はあ間違ってるっていうのと、下の方はあなるほどねっていう2つです。で上の方をこうよく見ていただくと、最小限のゲノム473個しか持たない細菌を人工的に作成することですよと。でこれ正確には、最小限の遺伝子473個しか持たないゲノムを持つ細菌を人工的に作ったという、そういうあのニュースです。でこれ書いた記者さんはこれあの、確か、どこだったかな、あの財政経済なんとかっていうなんかよくわからない新聞だったんですけれども、そこの記事でした。で、まあ、この人はこの上の方は完全にゲノムと遺伝子間違えてあのごっちゃにしてる記事です。まあ、皆さんそういうことはあのお帰りになる時にはあのなくなると思いますが、遺伝子473個を持つ遺伝子細菌ですから、逆にですね、あの先ほどお話をした細菌の中の大腸菌というのは全部で4000個くらい遺伝子があります。でこれは大腸菌ではなくて別 の, あの細菌なんですけども、あの皆さんの細胞に時々一緒に住んでいるマイコプラスマっていうあの肺炎を起こしたりするバクテリアの仲間なんですけども、あのその仲間の、遺伝子をずっと削っていってですね、まあ、473個まで数を少なくして、人工的なゲノムを持つバクテリアを作りましたっていうニュースです。で下の方はこれは正しいニュースなんですが、これ芝ですね。日本の芝のゲノム、あの日本の芝っていろんなあの北の方から南の方からあのいろんな種類のがありますが、ゴルフやる人はゴルフ場ごとに、芝の種類が違うっていうのをなんとなく気づかれるかもしれませんが、芝の解読したというニュースです。でゲノムというところが書いてあって、ここに全遺伝情報ってちゃんと書いてあります。最近は新聞にもこういうふうに正しく書いていただけるようになりました。でゲノムをですね調べ始めた頃は実はあんまりそれよく分かってなかった。こんな感じです。で全遺伝情報ってどういう意味かと言いますと、あのここにこれ全部動物の卵です。これはだいたい 0.1 ミリくらい、これはもうちょっとちっちゃくて 0.05 ミリくらい、これ 0.05 ミリくらいです。これなんとなく見てるとよく分かんないですね。こうまあ、卵の黄身だと思ってくれれば結構です。あの、まあ、鶏の卵の黄身だとなんとなく鶏かなと思うかもしれませんけれども、ここまでちっちゃくなって顕微鏡で見てこう比べていくと、これだけ見て何の卵かって調べるのはなかなか至難の業です。ただし、遺伝情報という意味で見ますと、この卵、これもう受精していますけれども、この卵の中に全部これが、親になるために必要な情報というのが書き込まれています。でこれがですね、親になるとどうなるかっていうと、これウニですね。でこれは、海岸に行くと転がっているムラサキイガイっていう貝です。でこれはちょっとあまり聞いたことないかもしれませんけれども、スパイっていうあのどっちかというと、まあ、人に近いって言われたり、モグラに近いって言われたりしますけれども、スパイっていう動物です。ですからこれは哺乳類ですね。でこれはもうちょっと下等で、これはもうちょっと別の系統の動物ですが、あのそれぞれあの親であるために必要な全遺伝の情報を持っている、それがゲノムということになります。でじゃあゲノムを調べると何が分かるかというとですね、でゲノムっていうのは実は昔の教科書を眺めていただくと、AGCT4 文字から書かれているとか何とかって書いてありますが、4種類のヌクレオチドっていう単位から作っています。でこれはですね、ただその AGCT、AGCT、TTCT、GTA とかいろいろな並びがありますけれども、それだけ読んでいてもなんかよく分かんないですよね。でそんなものがどうやって、ウニになったり、それから貝になったり人間になったりするかっていうのも全然分かんないです。ただしあのここに書いてある文字を全部きちんと決めてって、まあ、プリントしても印刷しても何でもいいんですけど、その中から意味を取り出していくというのは、現代の科学でできるようになっていることです。でここにゲノムの構造というのは生命の謎を解読するためのロゼッタストーンって書いてあります。これ自分で取ってきたんですが、昔これ大英博物館に飾ってあります。で今はこうプラスチックのケースに入ってるんですけど、昔はこう裸であの出ていたので、これは裸で出ていた頃に、カメラ近づけて撮った写真です。でこちらの方が、エジプトの象形文字で、こちらの方がギリシャ文字です。
でこちらからで知りたかったのはこのエジプトの文字を知りたかったんですね。これあのいろんなよく見るとあの鷹の絵が書いてあったりいろんな象形文字ですから文字が書いてありますが、これをそれぞれこれがギリシャ文字の何に相当するんだなっていうのを明らかにしたものが、ロゼッタストーンです。でちょうどゲノムを決めるということはあのその中に書いてある、A とか G とか C とか T っていう文字列の並び方を全部決めていくということになります。でそれをまずちゃんと決めて、でそれからそのそれぞれがじゃあタンパク質の何に相当するかとかですね、だからタンパク質を作るため の, あのいろんな調節をする必要がありますけれども、タンパク質を作るための別の情報に、なる、そういうことを、調べていって、まあ、最終的にはこのおかげで、エジプトに残っているあのいろんな遺跡に残っている書かれたものが分かるようになって、エジプト文化というのが格段に分かったんですけれども、まあ、そういうことをすることによってあのゲノムを読むことによって、じゃあ生き物の、中身もかなり分かるようになるでしょう。そういう意味であのゲノムというのは、生命の謎を解読するためのロゼッタストーンだということで、ゲノム解読が始まりました。でゲノムというのはですね、人の場合どういうふうになっているかといいますと、まあ、こんな感じですね。ここにまあ子供たちがいるとします。で子供たちのゲノムっていうのは実はまあお父さんとお母さんから半分ずつもらっています。でお父さんのゲノムは、おじいさんとおばあさんからもらってきますし、お母さんのゲノムもおじいさんとおばあさんからもらってきます。でここに X とか Y って書きました。これは先ほどちょっとお話をした、男であるか女であるかを決めるための染色体です。で女の人は、この X っていう染色体を2つ持っていて、男の人は X とそれから Y というのを2つ持っています。でこれはもちろんその上のひいおじいさんとかそのさらに先祖っていうふうにこうつながっていくんですけれども、この X と Y がとても面白くてですね、でここにこの2人の息子さんがいます。でこの息子さんは男ですから X 染色体と Y 染色体っていうのを持ってるんですけれども、このお父さんの X 染色体は全てお母さんから来ます。だから男の人の、X 染色体っていうのは全部お母さんからもらってます。それからここに Y 染色体っていうのがありますが、 Y 染色体はこれは、まあ、男を決めるんですから、あのもちろんお父さんから来ます。でこちらも同じようですね。こちらもだから、男の人のでこちらは女の人がいます。でお母さんの方は X 染色体を2つ持っていますが、これは片一方は必ず、お父さんの、まあ、おじいちゃんの、X 染色体から来ています。でお母さんの方のもう一つの X 染色体はこっちから来るんですが、このお母さんも X 染色体を2つ持っています。でこの X 染色体2つがまたこのおじいちゃんおばあちゃんのどっちかから来てるんで、この2つのうちのどちらかですね。だからお母さんの X 染色体というのは、まあ、お父さんの X 染色体とそれからお母さん由来のどっちかの X 染色体をもらっているということになっています。で、さらに、お子様に行きますとまた Y 染色体ということになっていまして、こうやって見ると X 染色体というのはこうお母さんの中でこう時々行ったり来たりしながら、子供につながっていきますし、 Y 染色体というのは、おじいちゃんそれからお父さん、僕ちゃんというふうにですね、男の人にずっとつながっていきます。ですからあの私のところに、私実は男の子の孫がいるんですけれども、その子の Y 染色体と私の Y 染色体は実は同じです、まあ、そう思うとあの、まあ、いたずらしてもまあちょっと許してやろうかっていう気になるんですけれどもそういう感じです。それからここに MT って書いてあるのがあります。でこれはあの今日お話ししませんけれども、あのミトコンドリアっていう皆さんの細胞の中でエネルギーを作るために必要な、まあ、小道具です。で MT というのはあのそれがまた人とは別の、ゲノムを持っていて、でこの MT は全部ミトコンドリアっていいますけれども、これは全部お母さんの方から来ます。でですからこの女の人ですね、このおばあちゃんの、ミトコンドリアはお母さんに来て、このお母さんのミトコンドリアは全部この子どもたちのミトコンドリアに来ます。なので、エネルギーを作るかどうかっていうのは全部お母さん女性の方の系統に由来している、まあ、そういうものだということになります。で
この2つのミトコンドリアと実は Y 染色体の、形を調べていく、構造を調べていくと、実はこう勘の言い方はお分かりになると思いますけれども、実は祖先をたどることができます。で、祖先をたどったり、それからミトコンドリアの数っていうのは体の中にたくさんありますから結構残るんですね。ですから化石になった骨の中からミトコンドリアを調べたりとかですね、例えばネアンデルタール人のミトコンドリアとかって調べられてるんですよ。で、そういう数万年以上前の、化石の骨からもミトコンドリアを調べることができて、じゃあそのミトコンドリアと現在の人のミトコンドリアどのくらい違うかっていうのはもう調べられるようになっています。で、この人のゲノムですね、先ほど30億文字あると言いましたが、なかなか簡単に読めません。で、それを読むために、さっき紹介していただいた人ゲノムの国際解読計画というのが1990年頃から始まりました。で、国際ヒトゲノム計画って書いてありますが、これはですね、全部出来上がった時に、どのくらいかかったかっていうのを書いた図表です。1990年頃から始まって、で、この頃実はゲノムの研究者って世の中にいないんですね。で、特にゲノム科学というのは全くゲノムを読みましょう、で、ゲノムを全部読んだ中からじゃあその中にどういう情報が入っているかというのを調べましょう、で、そのためにはコンピューターも使えますし、分子生物学といわれる手段も使えますし、それから遺伝学という手段も使えます。いろんな科学的な技術を使って、解析技術を使ってとにかくみんなで寄ってたかって調べようという、言ってみればそういうの総合科学っていうんですけれども、全体いろんな人が集まって初めてできた計画です。で、最初はですね、いきなり人に、アタックするのもなかなか大変なので、まずは一番簡単なものからというので、さっきお話をしたようなマイクロ、ちっちゃいバクテリアとかですね、これインフルエンザ菌という名前の、インフルエンザと関係ないんですけれども、昔はインフルエンザの原因だと思われていた小さい細菌とかですね、それから酵母とか、どっかそこらに、ここに線虫ってありますね、遺伝学研究所でもこの線虫っていうのを研究されている人たくさんいますけども、これ大体長さが1ミリくらいのちっちゃな虫です。で、こういうちっちゃいものを調べていって、なんとなくじゃあ技術もできたので人のゲノムを読みましょうということで読み始めたのが大体1998年頃からです。で、この国際プロジェクトの中でじゃあ日本は何をしていたかと言いますとですね、これも実はここにあるマトソン先生がですね、日本のある先生に手紙を書いて、で、日本もやりなさいと、で、ついては国際計画の中に入ってくれということで、こういう国際プロジェクトをスタートしました。で、ここに人ゲノムって書いてあって、これはですね、1992年に日本のゲノムをやってくれそうな研究者、いろんな大学の先生たちを集めて、で、とにかく読みましょう。で、いきなり人のゲノムを調べるのは大変だから、まずは今皆さんがやっている仕事から少しゲノムの方を向いてくださいと。で、こういうことでスタートしました。で、これはその時に作った、パンフレットです。で、実はこのパンフレット三島さんなんですね。で、三島にあるなんとか印刷っていう印刷会社さんで作ってもらったパンフレットで、この絵もですね、そこの印刷会社さんのデザイナーさんに描いてもらったです。ですからこれ三島さんです。で、これは1992年からスタートしました。で、この時に描いてもらったパンフレットなんですが、いろんな生き物が入っています。で、ここに DNA がずっとつながっていて、気持ちとしてはいろんな生き物は全部 DNA でつながっています。それからここにバッタがいたりとかですね、人がいたりゴリラがいたり、キリンがいたりイルカがいたりっていう、ゾウがいたりっていうふうになってますが、とにかくゲノムを軸にしていろんな生き物の違い、それから共通性を考えていきましょうっていう、そういう呼びかけをして、いろんな人に集まっていただいてゲノムプロジェクトをスタートしました。で、今ここに書いてあるですね、生き物はほとんど全部ゲノムが実はもう決まってしまいました。で、これを1992年頃にみんなで始めた頃にはこんなもの全部読めるとは思ってなかったんですね。で、読めたらいいねという希望も込めてこの絵を描いたんですが、もう今は全部こういう夢がほぼ実現してしまいました。で、日本のヒトゲノムプロジェクト、どこで計画されたかというと、ここで計画しました。
これどこか分かります？ここに富士山、沼津市民の方何かいらっしゃいます？これ静浦です。あの昔静浦にあの帆船が、帆船というかあのヨットが置いてあってですね、でその付近でちょっとみんなで相談をして、でこれ今、日本の人ゲノムプロジェクトを作った人たち と、運転手です。これ私です。あの30年ぐらい前の私です。ちょっと今はもうだいぶ変わっちゃいました。あのですから、あの三島の遺伝源というのは実はあの人ゲノムを読むということを直接はなかなかしてませんでしたけれども、ゲノムの計画をし、それからそれを動かしていくところでは、あの非常に大事な、場所だったということを、ここで改めて、この写真あんまり皆さんにお見せしたことはないんですけれども、あのあ三島の遺伝源というのは実は大事なとこなんだなということをあの感じていただければ幸いだと思います。で、まあ、1990年頃からスタートしましてですね、じゃあ1995年か6年ぐらいになると、まあ、そろそろ人が読めるだろうというので、みんなで寄ってたかって人を読み始めた、これは最初の見せをした、写真です。ここにいるのが人ゲノム国際コンソーシアムの、メンバーの皆さんで、ここにマドソンがいて、まあ、全部いろんな人たちですね。ここのこれ榊義行先生という人ですが、これもさっきの写真に出てきたと思いますが、こういう人たちがあの、まあ、みんなで和気、まあ、あいあいというか、まあ、時にはあの、まあ、喧嘩もいろいろあったし、あの圧力も随分かかったんですけれども、一生懸命頑張って1990年頃から、2004年ぐらいまでかかって人ゲノムの30億文字を、まあ、ほとんど全部 90% ぐらいを決めることができました。でこの写真がですね、これは2001年、まあ大体終わった時に、じゃあ、まあ中国で、中国後から入ってきて、で、まあ、お祭り好きな国なのかどうか知りませんけれども、あの、まあ、皆さんいらっしゃいということで、主席自ら、こういう人ゲノム計画の関係者を呼んでですね、まあ、たまたまここに私いますけれども、あのお祝いをしたという、そういう写真です。これも多分三島で皆さんにお見せするのは初めてなんですけども、あのイギリスとですね、それからアメリカ、それから中国、それから日本、それからドイツとフランスで 1,2,3,4,5 全部で6つの国から研究者の数にして20ぐらいの、研究者が、参加をして、人ゲノムが決まったということになります。で決めてみるとどのくらいのものだったかと言いますと、大体こんな感じです。これは2004年にあのイギリスの科学雑誌ネイチャーっていうのがあるんですが、そこに発表した論文です。で全部決めてみます と、決めた数はさっき30億文字って言いますけれども、実際に決めたのは28億5133万913ミクロ字でした。でこれだけは決めることができた。でこれが全部、ゲノムの全部かと言いますとそんなことはなくて、これちょっと新生クロマチンってあんまり聞いたことない、言葉があるかもしれませんが、まあ、大体 99% ぐらいですね。で残りの 1% とか何%かまだ今も決まっていません。でとても難しいところに残っていてですね、あの染色体の端っこの部分とか、それから真ん中辺の部分ってとても決めるのが難しいので今も残っています。でギャップって書きましたが340箇所ぐらい穴が開いてました。まだただしとっても正確で 99.99% 以上間違いがない。だからまあ10万分の1以下ですから、まあ、10万個読んだら1個ぐらい間違えてるかなというそのくらいの数です。それから長いこと分かっていたかったのが、人の遺伝子がどのくらいあるかっていうのは実は分かってなかったんですね。で100万ぐらいあるだろうっていう人もいたし、10万ぐらいっていう人もいたし、まあどっちかというと多めに見積もっていた人が多いんですが、実際に調べてみると実は人の遺伝子の数って2万個から2万5千個ぐらい。これもあのそれぞれの遺伝子が何をしているかっていうのはまだちゃんと分かってないんですけれども、まあ大体このくらいの数です。先ほどお話をした大腸菌の遺伝子が4千個です。でマイコプラスマっていうあのさっき最小限の遺伝子で生きているというのが475個って確か書いてあったと思いますが、最低限の生活をするのに400個ぐらいで、まあ人になるのに2万個ぐらいですから、まあ50倍ぐらいしか違わないですね。でこのくらいの、遺伝子をうまく組み合わせてあの使っているというのが実は、高等動物なり高等生物です。で
現在はこれを元にしてどういうふうになっているかといいますと、まだ現在のところは実現をしていませんが、例えば皆さんが病院に行って、もうすでに一部でやられているんですけど、例えばまあ不幸にしてがんになってしまったと。で、まあ、がんになったりいろんな病気になってしまった時に薬を大体もらうんですね。でその薬がどのくらい効くかとか効かないかっていうのは結構人によって違います。でそういう薬の効き方を実はゲノムを調べることによって、決めることができる、ある程度分かるような、時代にもうほぼなりかけています。それから人のゲノムを見ることによって、それからまあバクテリアのゲノムを見ることによって、じゃあここに効く薬がまあ作れるだろう、まあ、こうゲノム創薬っていうんですけれども、ゲノムを見ながら新しい薬を作っていくということをする時代にもだんだんなってきました。今はどんどん時代が変わっていますので、本当に5年前に想像して想像もできなかったことが今できるようになっていますから、まあ、おそらくあと5年もすると、まあ、病院に行ったらまず毛を、まあ、毛を残ってる人は 2,3 本いただいてですね、でそのゲノムを調べて、であなたにはこの薬の方がよく効きますとか、そういうことを調べられるようになる時代が来るかもしれません。で、まあ、そういう時代の先駆けになったのがまたこの人です、ワトソンです。で有名人なんであちこちに担ぎ出されるんですが、ここにこのハードディスク、コンピューターのハードディスクがあるんですが、自分のゲノムを最初に決めてもらったよって一生懸命ニコニコ笑っている写真です。1950年後の写真と随分違うんですが、まあ、なんとなく面影が残っていますが、とりあえず世界で一番最初に一人の人のゲノムを決まったというのがワトソンのゲノムです。で、まあ、大体この辺までがヒトゲノムの話です。であとちょっと駆け足になりますけれども、じゃあヒトゲノムの後、じゃあお前何やったんだというお話の一部を少しお話しします。で、じゃあ人のゲノムはこれで大体決まったと。じゃあ人だけ比べてもあんまりよくわからない。例えばまあ、よくお父さんお母さん言う、私はとてもよく言われましたが、あの子に比べてお前は何なのよとかいろいろ言ったり言われたりすることがあったと思います。で、まあ、大体比べますよね。で、まあ、隣の子と比べてお前はとかいろいろあると思いますが、まあ、じゃあ比べてみましょうと。でゲノムの立場から比べてみようという時には、もちろん人一人一人を比べてもいいんです。ただし当時、これゲノムが決まったのは2003年ですから、その頃の技術ではなかなか一人一人の人を調べるというのは難しかったんです。で最初のヒトゲノムが出るまでに13年かかりました。で13年かけて、しかもそこに参加した研究者の数はもう2000人ぐらいです。でそのくらいの人が参加をしてやっとできたので、そんなものをもう一回、別の人にやろうというのも難しいですね。さっきのワトソンの全部自分のが決まったというのは、あれはもう全く技術が、別の技術が出てきて新しい技術でできるようになったからです。でじゃあ2003年頃に戻って何ができそうかっていう と、一つ考えたのは、これは霊長類、人はまあ霊長類の仲間です。でここにチンパンジーがいて、ゴリラがいて、オランウータンがいて、テナガザルがいて、こっちの方に尻尾のあるヒヒがいて、これもナガザルっていう、まあ、これはアフリカにいる、ごめんなさい、南アメリカにいるサルです。でこれと全部、祖先は共通なんですね、どっかで。でこれをずっと辿っていくと、実は進化的に人に一番近いのはチンパンジーです。だいたいここは600万年ぐらいです。で今も生きていて、人に一番近い動物というのは実はチンパンジーだったので、じゃあ、まあチンパンジーを調べてみましょうと。で人とチンパンジーどのくらい違うかっていうと、これは脳の大きさです。これは京都大学の霊長類研究所からもらってきた写真ですけれども、これ人の脳の大きさです。だいたい大きさ 1.5kg ぐらいで、残念ながら男の人の方が少し体が大きいので、男性の脳の方が平均すると女性の脳より大きいです。少し、まあ、大きいからちゃんと使えるっていうのは別の話ですけれども、とりあえず大きい。でこれがチンパンジーの脳です。これだいたい 600g ぐらいなんですね。で600万年の間に実は脳の大きさが 600g から 1.5kg、まあ、大体3倍ぐらいになってます。でこれは、ニホンザルの脳です。ニホンザルと人の祖先が一緒だった時期というのは大体3000万年ぐらい前ですから、3000万年ぐらいの間にここからここ
でこの辺はあんまり変化しませんでしたけれども、実はチンパンジーから人になる時に相当かなりいろんなことが変わってるというのはこれ、まあ、本当ちょっとしたことで脳の大きさって変わってしまったのかもしれませんけれども、あのとりあえず大きさは違う。じゃあゲノム調べたらどうなるかというので調べてみました。でこれはですね、この人のゲノムを実は調べました。これ今京都大学の霊長類研究所にまだ、この間ちょっと調子が悪いっていう電話がかかってきたんですけれども、ゴンちゃんっていう、オスのチンパンジーです。もう人間の年齢にすると70軽く超えてるかもしれませんが、あのとっても友好的なチンパンジーで、あのこうやって行くと手を出して、ちゃんと血を出して取らせてくれるという、そういうあのいい子です。でこれはですね、後から作ったゲノム研究のパンフレットで、まあ、こんな感じですね。でまああんまり変わらんよっていうことを言ってます。これなんとなくこういう人いますよねまあそのくらいの違いです。で実際に先ほどの染色体で見ましても、実は染色体で比べるとちょっと違っていて、人は44本と XY ですけれども、チンパンジーは、実は46本と XY です。でチンパンジーとかゴリラとか持っている染色体の2本のうちの1つが一緒になって、実は人の染色体のうちの1つになっているので、ちょっとちっちゃくなっています。でですから人の21番染色体というのは、チンパンジーですと当時だと22番という染色体で相当します。でこの22番目の染色体の構造を調べました。それからですね、で今あの顕微鏡の写真で見てると見るだけなんですけれども、あの見えましたとかありますって2、3年前に流行ったと思いますけれども、見るだけでしょうがないので、実際に染色体を、ものとして取ってくる、あのセルソーティングっていう技術があります。でその技術を使って、染色体をちゃんと分けて取ってくることができるんですけれども、こう人の染色体の分かれ方とチンパンジーの染色体の分かれ方、これよく似てますよね。なのであの、まあ、これを見ただけだといきなりこれを見せられて、これ人かチンパンジーか当てろって言われると当てられません。まあ、そのくらいよく似てました。で実際に、まあ、骨格はですね、人はこう割と足が長くてこう地上に適合しているし、まあ、チンパンジーはまあほとんど地球の上にいますから、まあ、どっちかというと手が長くて、これ腰の骨もまあだいぶ違いますよね。でこのくらいの違いなんですが、ゲノムを調べてみるとあんまり違わなかったんですね。実は 1.2% ぐらいしか違いませんでした。で 1.2% くらいの違いってどのくらいの違いかっていいますと、まあ、ほとんどないと思われるかもしれませんし、なんなら試しにあのお家に帰ってですね、あの水と 1% の塩水を作ってみて舐めていただくと、 1% って結構しょっぱいですから、あの、まあ、結構違うなというふうに実感されるかもしれません。まあ、とりあえずこのくらいしか違いません。でちなみにあの男性と女性を決めるのは X 染色体と Y 染色体という話をしましたけれども、 X 染色体と Y 染色体の大きさを込みにして男の人のゲノムと女の人のゲノムを比べると 6% ぐらい違います。わかります？なので、男と女の違いは人とチンパンジーの違いよりも大きいと。だから分かんなくて当然あのこういうことになっています。でまあ、チンパンジーを調べてですね、まあ、どのくらい詰まったかといいますと、だいたい塩基置換ってちょっと難しいかもしれませんが、ここが A だった場所が G になったり他の文字になったりっていうんですが、それの数を数えるとだいたい 1.2% ぐらいでした。で21番染色体で比べてみると人の方がちょっと長くって、その代わり、抜けたりとかですね、入り込んだりしたところが6万8000箇所ぐらいありました。でその結果ですね、 1.2% ぐらいしか実は違わないって言ってましたけれども、遺伝子で見るとだいたい 80% ぐらいの遺伝子でタンパク質を作っているアミノ酸がまあ1個は変わっていました。だから、まあ、逆にゲノムで見ると 1% しか違わなかったんだけど、タンパク質で見ると 80% ぐらい違っていた、まあ、そうこういう言い方をしてもいいのかもしれません。で、まあ、Y 染色体、これさっきの男の染色体ですが、これはもうちょっと時間が多くてですね、もうちょっとこう違ってました。で、まあ、このくらいの違いです。で、あのこれが多分もう最後に近いと思いますが、ゲノムは保存されます。で確かにおじいさんお父さんというふうに来ますけれども、一方で、ゲノムはとっても不安定です。
でこれはあの化学物質であったり、あのそもそもゲノムの DNA を2倍にするときにタンパク質が働きますけど、まあ、タンパク質がやることなのであの結構間違えます。でなのでゲノムはまあ基本的には保存されるんですけども、とっても不安定です。なので、まあ、ここら辺でこうよく見てみるとほくろがあったりとかですね、あの何人かの方はあの細胞の一部が変わってしまってがんになったりとか、あのここら辺にイボができちゃったりとか、まあ、いろんなことが起こりますけれども、あのとりあえずゲノムはよく変わります。で不安定だから、まあ、これが逆に進化の原動力になるというのが多分今日の午後のお話になると思いますけれども、進化の原動力です。でもしもゲノムが全然変わらなくて、もう常に 100.0000% きちっとあの DNA が次の世代に移るということになると、もちろん人はこの中にいませんし、あの未だに地球上に多分生命はできなかったと思います。まあ、そのくらい、ゲノムが安定であることは大事だし、不安定であるということも実は大事だということです。で今何やってるかと言いますと、じゃあお父さんからお母さんにゲノム、あごめんなさい、お父さんとお母さんから子供にゲノムが移るときにどのくらい変わるか、そういうのを、まあ、人で調べるとなかなかないので、チンパンジーを使って今調べているところです。でこれは霊長類研究所にいる、まあ、天才と言われた、有名な愛っていう頭のいいと言われているチンパンジーで、これはアキラ君っていうのがお父さんです。こっちの方はなんかボーっとしてるって言われてますが、あので子供がアユムです。アユム君も頭がいいらしいんですね。なので、まあ、この3人のゲノムを今調べていて、どのくらい違うかなというのを調べているところです。でまあ、大体ちょっとあのここからさしばらくあと3分ぐらいで駆け足であのやります。でゲノムはどうやって調べるのかっていう話です。でゲノムはですね、この上の方はどうでもいいんですが、あのいろんな技術ができることによっていろんな新しい学問ができてきました。で望遠鏡ができて天文学ができ、顕微鏡が発明されて細胞学という新しい生物学が生まれましたし、これは最近ですが CT っていうのができて放射線学は格段に進歩しました。で2003年頃までに、ゲノムを読む技術というのはあのもちろんあったんですけれども、2007年ぐらいから新しい次世代シークエンサー、あのゲノムを読む装置をシーケンサーっていいます。で、まあ、意味はあまり深く考えないでください。シーケンサーととにかく言います。でそれで新しいゲノム科学という学問ができてきました。で今年は、お見せしていませんが、あのそこら辺の建物の中にこういういろんな、DNA シークエンサーが、働いています。でこういうのを使ってですね、あのヒトゲノムが、例えば一番最初のヒトゲノムを作るのに13年かかったんですけれども、今は13時間ぐらいもあれば楽々あのヒトゲノムが読めるようになりました。あのしかも一人じゃなくて何人分も読めるようになっています。このくらい技術の進歩というのは大きいんですね。でそういうことができるようになると、まあ、いろんな変わった生き物、例えば、まあ、これシーラカンスなんですけれども、シーラカンスというのはだいたい4億年ぐらい前に出てきて、だいたい2億5000万年ぐらい前に深海に移ったやつが、まあ、今も生き残っていると。でアフリカとそれからインドネシアのところにいますが、まあ、こういうもののゲノムも、私たちの、遺伝研で調べることができました。これ子供です、シーラカンスの。まあお母さんのお腹の中にいたんですけど、まあ、なんとなくふてぶてしいですよね。でもちゃんとあのシーラカンス の形をしていて、ここにこう手の形をしたヒレを持っていますし、あの頭の格好もなんとなくあのそこらの魚屋で買ってくるイワシアジとはちょっと顔が違うと思いますが、こういうもののゲノムも、読むようになりました。でヒトゲノムはですね、大体私の、まあ、ゲノムを読んでいくゴールというのはゲノムの原理からあのいろんな地球上の生命を理解しましょうと。で私はこれをですね、ゲノム原理主義って言っています。でとにかくゲノムからいろんなものを調べようと、ゲノムがあるから全体が分かるんだという意味で、あのゲノムを中心に、まあ、これからも調べるというつもりです。で、最後になりましたが、ここにいる人たちですね、これが今、遺伝学研究所で働いてくれていた人です。実は私はあの2日前に、定年退職したので、今遺伝研の人間じゃないんですけれども、あの一緒に働いていてくれた人たちで、この中の人たちが実はヒトゲノム計画の、日本の中心メンバーでした。
なので、もう年が分かってしまうのであまり言いませんが、90年代の中頃からずっとゲノムの解読をやってきていて、で、日本がですね、大体1ゲノムの 7% ぐらいを読んだんですけれども、その時の、中心メンバーの人たちが遺伝研で今も働いています。まあ、もし遺伝研歩いていて見かけたら、まあ、なんか聞いてみたら、ただしこれと同じ顔はしてませんから、これは何十年か前の写真、絵なので。まあ、聞いてみると面白いお話を聞かせてくれるかもしれません。それじゃあ、ちょうどここで台本が切れましたので、私のお話もこれで終わりということにしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。